はい、どうもゆうちゃんです。今回は本庄サーキットで、ね、ちょっと僕今回貸し切りをして WRX 限定で総公開を開催してるんですけど、なんとこちら新井モータースポーツから新井博樹選手に来てもらいました。どうも、はじめまして、新井博樹です。ゆたさんの動画、たまにこう WRX で何かパーツつけようと思って見てると大体フォークになるっていうのをYouTube で見たことあります。ありがとうございますそんな新井博樹選手とちょっとね、一緒の枠なんで、ちょっと一緒に走れるんでね、追いかけっこ、プロと素人のバトルなんかもちょっとできるんじゃないかなと思ってるんで、そちらの動画と、あとちょっとどんな車に乗ってるか、ちょっと愛車の方を紹介してもらいたいと思います。一応デモカーです。そうですね、2週間前に弊社の田辺の方から、いや、こういう走行会あるんだけどって言って、はい、で、2週間で準備したんですよ、なんとかそれまでは全く純正ノーマルの車で、まあ、2週間で何ができるかなって思って、まあ、なんていうんでしょう、はい、ライトチューニングのベースとして、まあ、このぐらいはできるよっていうので、まあ、そこの、まあ、ベースになればいいかなっていう。はいはいはい。じゃあ、まあ、2週間でこう仕上げていった感じという感じで。そうです。はい。パッチ見てもらっても、エンジン周りは特に何もやってなくて、はい、まあ、キャタと、吸排気はもうキャタとマフラー、はいはい、で、まあ、純正形状の、まあ、スポーツエアクリーナーが内から出てるので、まあ、それを使ってあげて、はい、ちょっと本当純正です。なるほど、はい、タービンも純正ですし、はいはいはい、それをベースにチューニングした感じですね。なるほど。じゃあ結構、まあ、皆さんお手軽にこうカスタムしやすい。そうですね、これも自分で自身が買ってるやつなんですけど、大体、はい、予算的に言えば40万ぐらいあれば、もう純正からプラス50万円でも、トルクがこれ全然ないんで、はいはい、トルクが50キロ近くあるんで、そのぐらいまでは全然上げられちゃいます、ね。なるほど。できれば乗ってもらいたいです。確かにちょっと気になりますね。足はなんか、あ、足はこれお客さんのオーリンズなんですけど、あ、そうなんですね、セッティングを出してほしいと言われまして、あ、はい、いろいろ減衰とかも合わせながら、なるほど、セッティングしてる段階ですかね。だから結構いろいろ、まあ簡単にできるところだけ全部やったけど、しっかり電車で合わせるとここまで出ますよっていうベースにはなると思います。なるほどです。うん、カタライザーも、うちに入れてみます。GRB のこの作ったやつは全く形状が同じで、はい、一応インタポールでまだ量産はしてないんですけど、とりあえずつけてそれでセットアップ出してみようかなってやってみたんですけど、結構それがかなり排圧が低くて思ったよりも。あ、なるほど。はい。HKS が 75 パイに対して、はい、うちのキャパが 80 パイなんです。さらに大きいんで、排圧をそこで下げられて、これ、ブーストもすごいでかいから立ち上げられるようになってます。ちょっと気になりますね。で、マフラーもそのみんな結構スーパータブマフラー行きがちですけど、そうですね、WRX 系みんな行っちゃうんですよ。まあ、確かに排圧が低くて、はい、上も回るんで確かにいいんですけど、はい、その純正タービンとの組み合わせの時に、じゃあそれってどうなのかなと思って、はい、うちなんかその競技でもスペック L2 っていうマフラー使ってるんですよ、はい、軽量で、はい、で、そのスーパーターボまで排圧を落とせないけども、そのトルクとのバランス兼ね合いがものすごいマフラーって、やっぱそれを入れたことによって、まあ、まんべんなくトルクが出るっていう車にはなりました。なるほど、はい。まあ、ホイールとブレーキが、まあ、ブレーキはかなり一番モノブロックのいいやつ使ってるんであれですけど、まあ、正直ここまでやらなくてもいいかなとは思ったんですけど、はいはい、たまたま家に転がってたんで、あ、なるほど、転がってるんですね。落ちてたんでちょっと拾って、じゃあそれはそれを使って、はい。でこれ GR10 って言って、ワークさんが新しく出したホイールで、あ、結構新しいやつですよね、はい、で 色だけちょっとワンオフで塗ってもらったんで、この色では売ってないんですけど、これかっこいいんですよ。見たことないなと思って、そうなんです、すごいかっこよくて、はい、これ販売してよとは言ってるんですけど、はいはい、なかなかこれ売れそうですね。いや、これ結構かっこいいんで、間違いないですね、はい、ホットブラックは結構締まるんで、そうですね、いいですよね。今回タイヤは052で。052で、はい。052とかって結構雨が降って、今日雨だと思ってたんですよね。はい、そうですね。午前中濡れてて。で、052って割と雨でも排水性ものすごい高いんで、はいはい。とかでも使ってて、雨が降ったらもう052っていうぐらいの信用、信頼あるタイヤなんで、はい。まあこれ履いておけば、正直普段乗りから、まあサーキットまで全部カバーできるなと思って。なるほど。はい。バランスはめちゃくちゃいいですね、052っていうこれのタイヤは。なるほど。
ゆたさん何入ってるんですか？僕も052です。さすがです。ありがとうございます。ラジアル最強で。ラジアル最強でなるほど。052ね。そうなんですよ。だから結構割と、そうですね、この2週間でできることは全部やってきてる。で言うと、まあ、ベルトバーみたいなのつけてて、これあると、はい、まあ、普段乗るときはこれ後ろに入れてもらって立てれば純正に戻るんで。あ、なるほど、はい、だから走るときだけリアのシート倒してこれをカチャンってつけてあげれば5点シートも入れられます、ね、だいぶこのごついシルバーのやつですよね、はい、そうですそうです。だからボディ剛性にも結構いいですね。一役買ってて、なおかつベルトもつくという一石二鳥の、かなりサーキットユーザーにはかなり結構サーキット行く人なんかはアイテムで、はい、アメリカからたまに問い合わせあるんですよ、これ欲しいから。そうなんですね。そうです。エリアのモードが入ってます。スペック L2 です。スペック L2。チタンと同じくらい軽いです。マフラー自体が。ああ、なるほど。なんかステンレスかなり薄いんですよね。そうです。めちゃ薄いです。L2 って普通のと2ってやっぱなんか違うんですか？基本的に同じで、L2 になってからここのカバーが3種類選べるんですよ。もともとカーボンなんですね。ああ、はい、はい。カーボン、チタン、で、あともう一個その、なんて言うんでしょうね。単色の色があって、それの3つの中から1つ選べるんですよね。じゃあいいですね、見た目の変化も楽しめて。ああ、そうなんですよ。これ飽きたら違うの付け替えれば実質違うマフラーみたいに見えるですね、はい、その日の気分でこう変えてもらうんで、いいですね。そのぐらいですね、やってみて。意外と知り合いにコーティング屋さんがコーティングで、はい、コーティングしてもらって、ツイッターで見ました、はい、かなりピカピカで。そうなんですよ。それまであの上州群馬って空っ風って言って、冬赤城おろしの風がすごいんですよ、ね、はい、結構汚れちゃうんで、結構汚れちゃうんで、はい、でそれで2日に全部消えるんですよ。じゃあだいぶ良くなりますね。いい感じですよ、ゼロも。バランスも良くて、僕も今シーズン初めて履いたんですけど、やっぱりグリップもいいし、そうなんですよ、ね、バランスがいいんで、タイムもだいぶ向上したんで、またちょっとリピートかなっていう。なるほどね。うちに結構アドバン系のコイル専門で売ってたりするんで、売ってもらえれば、キャンペーン価格とかしたら、この前にアドバン履いてたんですけど、あ、ホイール。あ、あったんだ。T37 か。あ、みんなステッカーつけてるけど、ステッカーないと思う。あえてなし。あえてなしでね。いいね。いや、全然ブレーキが綺麗なんだけど、ちょっと交換しようよ。俺のさ、もうさ、5、6年経ってるからさ、もう結構さ、くすんできちゃってる。あー、確かにそうです。これもう、もう数ヶ月前につけたばっかりなんで。ね、なんか見たわ、動画で。いいね、綺麗に乗ってるね、でもね。そうですね、まあなるべく綺麗に、うん、この前の飛び石だけ、あ、これはしょうがないね。あとこの傷がやっぱりシャボタンだと、はい、ああ、そうね、これね、わかるよ。かといって直してもまたどうせすぐやるから。そうなんですよね、直さない。やっぱりこのね、RMS 入れてるんだ。 RMS 2脚、うん、いや、ちょっと、もうお財布がまあね、カーボンになると急に値段も上がるもんね。そうですね。綺麗に乗ってるね。そっか、いつもこれで動画撮ってる。そうですね、よく、このアングル見る。ライトチューンコンセプト。だから見栄えはもっとノーマルなんですよ。側何も変えてなくて、はいはい、側で変えてるのが分かるのホイールとブレーキぐらいなんです。それ以外はそうですね、全部ノーマルで。そうですね。でキャタマフラーってあえてその一番手を出しやすいところ、うん、でチューニングした感じなんで。じゃあかなり皆さんも
そうですね、カスタムしやすい感じで。そうですそうです、部品さえあれば1日で終わるんで、このメニュー自体は部品集めるのに手こずりました、ね、はいはい、はい、会社の方を見せてもらいました。次はちょっとバトルあるんで。大丈夫、バトルするとき俺050持ってきてくれ。これあれだから。さすがに。セットアップだから、まあ、あくまでこうちょっと乗るときは052で、タイム出すときはもうこの、まあ、本気用で。当たり前じゃないですか。そんな新品をそんな用意されて。そうですよ。あれですよ。もうあの周りがかなりいい車で来るって言ったんで、もうこのぐらいしないと俺勝てないんじゃないかって。だから午後3時ぐらい、最終セッションぐらいで投入しようかなと思います、はいはい、秘密兵器を、秘密兵器それまでちょっとここでね、こうみんなにバレないように隠しちゃって、ここでこう隠しておけばわからないちょっともうパターンですっバレちゃってますけど、分かっちゃう、そうですよね、何秒出るかなって、あ楽しみですね。今この状態でさっき横に人乗せてて43秒でした、43秒8、うん、人なしだとどれぐらいなんだろう、もうちょっとじゃあ縮まりそうですね、ただちょっと気温結構高くなってきちゃった、15度ぐらいだったから、もうちょっと、もうちょい下がってくれれば、5、6度下がってくれれば、はい、そんな感じですね、はい、はい、分かりました、ぜひ、この050とバトル、頑張ります、そう、大人げない感じ。必死についてコーナーリングスピードが全然変わる、そうですね、多分もう離されてるよ、5、6キロ違うんだコーナーリングスピードですね。じゃあ楽しみに、はい、すいません、はい、よろしくお願いします、はい、すいません、前後のカーボン LSD を入れてくる。
2023の新しい車種には今までなかったギアの26度カムリのちょっとこう引きがないので、ね、はいはい、入れてみて、あとクラッチが小倉さんのレーシングなんですね、はい、あの軽いやつ、まあ、ついてね、この前そう、ユタさんも行かないって言ってじゃあ自分で使いますちょっと行った心配するほど全部普通に使いますから、せっかくなら行ったんで、まあそうですね、せっかくなら行ってもいいかもしれないですね。そんなとこですかね。それ以上特に天然に対したことやってないんですけど、あとはアップルの新商品の純正入れ替えのローター、ツーピースローターですね。すごく純正に変わってね、あまり手元が良かったです。今日の A グループのみんなでキャプレックついてるのが社会ブレーキでみんな唯一純正、まあまあおじさん頑張った方がそうですね、はい、そんな感じはい、入門編じゃないですけど、割と皆さんやりやすいようなカスタムでされてるって感じ、すごい乗り心地も攻めれる車高調でいい感じの両立がされてますね。ぜひもう何でも詳しいんでチューニングはぜひお店に行ってみてください。そこそこですってな感じで以上です。ありがとうございます。はい、という感じでね、ちょっとまあ全部走行が終わって A クラスの5人なんですけど、だいぶね、あのタイムがみんな僅差でいい勝負だったんですけど、一番速いのが43分30に、これがタイム出しました。猪木くんの出汁汁で走ったら最後の最後の出汁がうまかった。出汁を使って最後の出汁を使って世界レベルの出汁は違った。どんな感じで。で次二番目がひろきさん、43秒37に。はい、ありがとうございます。これでもセクターさんでギア抜けちゃって。ほんまそこで4、5ぐらい変わってですよね。そしたら2秒入ってたんで。いやちょっと、ね、最後の最後が一番早いのかなと思うんですけど。ナオトさんの出し切り。で次が3番目が僕で43秒444。おお、素晴らしい。このタイムを出す前のちょっとエピソードがあって、前のヒートまでは43秒9までしか出てなくて、ちょっと相談してちょっと出ないんだよなっていう感じで言ってたら、ちょっとまあブレーキを結構突っ込んだ方がいいっていう感じでちょっとアドバイスもらって、かなり詰めたらタイム最後に出たって、ちょっと最後の最後に余計なこと言われありがとうございます。お客さんが勝ってもらえる。お客さん確かにで次が山子さん、43秒552でしたっけ、はいですね、はい、4番目あとですかね、タワー1番タイヤなん052、はい、で最後が43秒7、はい、で73 2.2リッターの050の最強最強です最強です最強です。あと4位以降拍手がない、はい、まあおまあこれはまあまあ頑張る感じで、はい、はい、こんな順位でした。はい、ありがとうございました。はい、こんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。